連邦 TPP と RCEP 参加の意義に関してを開会いたします。グローバリズムは国際的な潮流である昨今、台湾の TPP と RCEP 参加がアジア全体の繁栄のためにも意義のあることであり、そのために日台が協力していく必要があることをテーマに、本日はシンポジウムを開催いたします。しかし台湾は WTO の加盟国でありながら FTA を中心とする経済統合組織の枠組みからは取り残されてまいりました。残念なことです。つまり果たしてそれでいいのでしょうかというのが今日の大きなテーマになるわけであります。その上、これが極めて重要なことでありますけれども、台湾は日本や欧米諸国、東アジア諸国の企業が東アジア全域を舞台に展開している国際的なサプライチェーンですね。サプライチェーンと呼ばれる国際分業体系の中に台湾ははっきりとくっきりともう組み込まれているという存在であります。そういう存在である台湾が地域統合組織の中に入っていないというのはいかにもキーな構造だと。現在の台湾がですね、は一方的な対中経済依存をしているという問題です。この一方的な対中経済依存からいかにして台湾がこれを脱却するかというのが私は大きなテーマではないかと思うんですね。もう一度言いますと、台湾や貿易のパートナーを多元化すべきだ、それから台湾の内部にいても持続可能な経営が可能であるような状態をいかにして作り出すか、これが台湾の経済に課せられている非常に大きな点だと、問題だというふうに思います。そして台湾企業は立地を台湾に構えてですね、 OEM、ODM によって生産された製品の輸出に努めることが必要だと思います。日本以外にもですね、欧米企業はもとより東アジアの域内企業が台湾とのサプライチェーンの拡充を求めております。これらが加わって結果として台湾経済は対中一辺倒の兵を出してですね、台湾の貿易や投資のパートナーを多様化し重層化していくことができると思われます。でそのためにも、ここが一番強調したかったところでありますが、そのためにも台湾が TPP 並びに RCEP に参加していくということは不可欠の条件になるということであります。江平根様より、台湾の国際経済戦略新たな繁栄と安定に向けてをテーマにご講演いただきます。台湾の国際経済戦略というのは TPP と RCEP の参加にございます。一つは台湾の貿易依存度が非常に高い、対外貿易と対外投資は台湾の経済発展にとっては非常に重要であるということです。特にこの米中両国がそれぞれリードしている TPP、 RCEP に入らなければ台湾は国際社会の孤児になってしまうと私は危機感を覚えます。台湾が直面するチャレンジは2つございます。一つは台湾の国内でまだ強いコンセンサスができていないことです。2番目はやはり先ほど渡辺総長からの話もございましたが、中国との絡みでございます。で、ご承知のように台湾は両岸という難しい政治問題を抱えています。ですから各私どもが各国々と FTA の交渉を提起しましても、いろんな国々が中国の立場を配慮する懸念から、台湾の要請に応じて二国間または多国間の自由貿易協定に直ちに応じる国はそう多くありません。で、このような問題に鑑みまして、私ども WTO の時代に比べて今両岸関係が非常に改善されております。ということで解決の方法としてはやっぱり国会での説明を強化し、与野党の協力を得ること、これは非常に大事でございます。
またエクア等今21の取り決めがございますが、この取り決めの実施に力を注ぐと同時に、今交渉中の両岸貨物貿易協定、つまり FTA の早期締結を努力することが大事でございます。まあ、それによりまして両岸関係のより一層の緩和を期待すると同時に、相互の信頼関係を一層強化しなければなりません。 TPP と RCEP に加盟するために、台湾ではすでに専門的推進チームが設置されており、行政院長は日本の総理大臣に相当しますが、自ら主催しております。また日台間はすでに日台民間投資取り決め、日台電子電気民間相互承認取り決め、電子消費取引取り決めなど多くの取り決めや覚書が結ばれています。この基礎に基づいて、お互いの産業間にはなお多くの協力すべき余地が存在しています。 TPP と RCEP は地域の経済貿易ルールとバリューチェーンを変える可能性をはらんでおります。日台両国はまさに相互信頼関係と共通の利益をベースにしまして、新たに戦略的な協力関係を構築する必要がございます。